あなたの意思決定が世界を作る意思決定コンサルタントの下村拓司です。三原発グローバル産業1 3 2、えー、一等円、えー。今回もコミュニティスクールのモデルを知るです。前回は徳島にある神山丸ごと高専をご紹介しました。今回は 京都にある東栄学,学園をご紹介します。えー、最初のタイトルで一等園とお伝えをしましたのは、一等園という団体ですね、団体が経営する私立の学校が東栄学園です。で、コミュニティスクールのモデルということでお伝えするんですけれども、 私は、地域で人材を育成するのがコミュニティスクールであるという立場から、その地域にあたる、まあ、東映学園の母体である一等園を今回はタイトルにして、その一等園が経営する東映学園の実態をですね、ご紹介するという、まあ、枠組みをですね、 えー、使いたいというふうに思います。で、実はですね、私、この東映学園にはすでに、えー、夏合宿に一度参加し、で、えー、訪問、一度ですね、訪問をしております。この学校法人東映学園は争いのない生活を標榜し、えー、ミリオンセラー、残悔の生活を を通して多くの人々に影響を与えた実践的思想家、西田天子によって、昭、え、和、ー、8年、1933年に、えーま、設立されました。では、でこの東映学園はですね、私が東京で組織開発のコンサルタントをしているとき、明宝中学高等学校の一貫教育の私立の高校、 中高なんですけどもそちらの副校長の早乙女勉さんに教えていただきましたえ当時たった一つの行動原理を早乙女さんとの対話のテーマにした時えこの学園の存在を教えていただきました今回もですね三原の社会的共通資本を生かして 世界を飲み込む三原人材を育成するコミュニティスクールのモデルとして、東映学園をご紹介します。では、画面を共有いたします。こちら、ご覧になっていただけてますでしょうか、こちらはですね、学校法人東映学園のホームページの教育方針です。で、こちらにその教育方針が書かれてあります。 えー、で、うんまあ、先ほど申し上げましたが、まあ、争いのない生活を標榜し、えー、実践、標榜された実践的な思想家、西田天光さんによって、まあ、1933年に設立をされたと。ですから、今年で90年目ですかね。 で西田天光さんは人間の生き方において争いのない生活を希求し続けた結果自然にかなった生き方をすれば人間は許されて生かされるという大号へ生涯を通じてその生き方を貫徹実証した人です。でこれはですね当時この西田天光さんがその西田さんの体験によってですね あの体系化された、まあ、思想を実践されていたとで、えー、その実践されていた思想に、まあ、共感をされたですね、えー、支援者の方々が集まって、一緒に、えー、西田さんと争いのない生活を実践をされていたという背景があって、であのこの東園学園を、まあ、開設されたと、と設立されたということです。で えー、この下に書いてある文章をですね、あのー、音読しますね、えー。教育の仕方にも、使用のことを不自然なやり方で教える教え方と、根本のことを自然な方法で教える教え方の二通りあるようです。学校に行って、孫ついた習い方をすると、使用のことは覚えるか知らぬが、根本のことを失う恐れがある。 それよりはむしろ学校に行かぬ方が良いと思うと言いたいのであります。えことにこの頃の学校教育はどれだけ覚えましても一番大切な人格はあ堕落さすことがどうやら多いらしく学校に子供をやることはむしろじ者と思わすほどでえそうしてこの考えはそんなに間違った考えではないと思うのであります。本来の魂を失わないよう お世間の使用の学問に誘惑されないよう、それらを知ることは差し支えないし、粗末にしてはならぬが、ただそれにとらわれないようにしていただきたいと思います。これは昭和10年の西田天光さんのお言葉です。こちらはですね、あの東映学園のブログです。でこれ、一番最近の あの記事は、一輪車大会の記事ですね。1月6日の記事となっております。これはですね、全員で一輪車演技を披露したということですので、まあ、小学生ですね、これね、小学生が一輪車の演技を披露したということです。で学校は違うんですけれども、三原市のさぎうら小学校のですね、あの体育祭に、 私、参加してきましたあ。見学ですね。見学してきました。その時も、おさぎ浦小学校は、あの一輪車をですね、取り入れていて、ここの写真で見るようなあの一輪車のですね、まあ、競技というか、まあ、演技というかを、あのお父さん、お母さん、保護者の方や、あとは島,島民の皆さんですね、にあの見せていらっしゃいましたでこれ。このブログにですね、実は、 あの2017年に私が参加したですねあのゲアンゴという夏学宿の記事がありました。でそれをです、ね、皆さんと一緒に見ていきましょう。こちらですね、えー、ゲアンゴ、これ、ゲアンゴと呼びます。ゲアンゴ始まると。で石川このとこの時はですは、ね、石川県の金沢をですねあの会場にしてました。で本当は、ですねあの今年もこのゲアンゴ、えー、あるんですけれども。 えー、この東園学園で合宿をやるというのがです、ねえー、通常だったんですが、たまたまです、ねえー、学園を離れ、えーまあ、石川県で,です、ねあのー、開催するという時に私が参加してきましたということですでこれがです、ね、その時の時様子です。 でえっとですね、ユースホステルが会場になってたと思うんですけれども、他の団体もですね、ここに泊まっていたので、えーまあ、入,入寮式ですかね、えー。で、他の団体とも交流があって、えー、この夏合宿はですね、東映学園の先生があの生徒の皆さんに授業を提供するのではなく、あの 東映学園ではない学校の先生がですね、あの授業を提供されるという趣向になっております。で、えーまあ、驚いたんですけども、あのまあ、初めてですね、あの話を聞く先生の授業であったとしても、生徒さんからはですね、まあ、積極的な質問が出ていたというのがですね、 えー、ここに、えー、まあ、同席をさせていただいた私の素直な驚きでした。で、これが一つ目。で、二つ目ですね。これ二日目です。二日目も、えっ、ー、と、西田北郎記念館ですね。記念哲学館にあの行ったと。で、その西田北郎記念哲学館で、まあ、レクチャーを受けた。見学した後ですね。レクチャーを受けたという体験でした。 で、えーと、レクチャー終わった後ですね、まあ、掃除をすると、椅子の拭き掃除と壁の掃除ですね。えー、私もですねあの、掃除をお手伝いさせていただきました。で、えー、こちらあの、トイレ掃除もされてるんですけど、あのこの東映学園はですねあの、一般の方のお宅に行ってですね、トイレ掃除をさせてくださいというふうにお願いをして、まあ、トイレ掃除をするということが、あの まあ毎年行われていてです、ね、えー、私がこの東映学園を知る前に、えー、三原でまだ子どもだったと記憶しているんですけど、小学生から中学生の時に、まに、あ、そういうことをやっている学校があるというのをニュースで見た記憶がありました。で実際ですねあの、個人宅の前で、えー、に行かれてです、ね、トイレ掃除をさせてくださいというふうにお願いをされても、あのまあ、断られるご家庭もあるということでした。 これがまたレクチャーの様子ですね。であとは海ですね。えー、と海をこれはその、えー、と記念館の道中ですね。途中、海によって海を、えー、海岸を楽しんだという様子ですね。でこれ、夜の様子になります。はい、次が最終日ですね、えー。最終日、これはフィールドワークの様子がこう描かれています。 怒りミ半ウですね、怒りミ半ウ絶滅危惧種の怒りミ半ウの緑茶を前日受けて、で次の日の午前中に、まあ、それをフィールドワークしに行ったということがこちらで、えー、記録されています。で、こちらはですね、あのそのことがですね、 北陸中日新聞にまあ掲載をされましたという記事にな,なっています。で、これがですね、合宿が終わった後あの追加の写真の公開です。 うんまあ、2017年ですので、今から6年前の体験なんですけれども、まあ、この写真を見るとですね、まあ、当時の記憶はですね、まあ、鮮明に、えー、読みがあります、うん。で、この合宿でですね、まあ、哲学的な話があの多かったなというふうに記憶をしております。もちろんですね、あの普通の教科の 学習もあったんですけれども、えー、実際のその、えー、まあ、座学の教科学習というよりは、えー、とは全くですね、違うようなカリキュラムですね、よりその実社会で起きていることを、への理解を深めるという内容の多い、えー、合宿のメニューだったと記憶しております。 でこちらはですね、その時の、あの、しおりになります。えー、これ、平成の29年7月22日から24日ですね。東映学院。で、中学校と高校ですね、えー。でですね、これずっと見ていきましょう。で、この時11回目でして、でこれあ、これですね。えー、っと、今年は8月の2、3、4。で、確か17回目だったと思うんですけども、 ギャンゴが開催されるということですね。で、今年のギャンゴは哲学を通じて自己と向き合うということがテーマだったので、まあ、哲学が分かったのだろうというふうに思います。これがですね、スケジュールになっています。大体ね、あのどんな合宿でもこんなスケジュールではないでしょうか。え、えこれ以降がですね、あの、講師の先生と、えー、テーマですね。うん テーマについてこう出てきてます。それぞれのテーマですね。で、講師の紹介。たくさんいらっしゃいましたね。あとは外部参加生徒。で、えーまあ、東映学園の生徒さんだけじゃなくてですね、このギャングはその合宿が公開をされていて、 外部の学校の生徒さんもこうして参加されると。で、私、9月にですね、あの実際、その東映学園をその見学に行ったんですけれども、この合宿で出会った若い先生とです、ね、一緒に行ったんですけど、この外部生徒で参加されたですね生徒さんがあの編入されてました。なのでまあ体験 体験学習みたいなところが、こう、夏学宿にはあるのかもしれないですね。で注意事項があって、で、半分けがこうありまして、で、宿舎がこうあると。で、まあ、あの、いろんな注意事項ですね、えー、がある、まあ、合宿の仕おりになっております。 はい。一旦ここで、えー、画面の共有を停止します。で、その、なぜですね、え、この、あの、東映学園を、お、三原市の皆様と、お、共有させていた,だい,たいただいたかと言いますと、その、一等園というある、その、実践的な思想家の方の考え方をですね、あの、まあ、支援者とともに、えー、 実践し、継承していくという、あの、場所があるんですね。その場所に、まあ、東映学園があるんですけども、うんまあ、その場所というのは、その西田天光さんの活動に共感をされたですね、京都の資産家の方が、ご自身の土地を使ってくださいということで、山品でしたね。山品に、まあ、交代土地をですね、あの、 まあ提供されて、これは提供されたんですけども、学園の方からお話を聞くと、借りてるというふうにおっしゃってました、いただいたのではなく、借りていく、借りていくと。うん、で、えー、そこに、えーですね、出版社、農業を、あと劇団ですね、この3つの会社がありまして、えーで、そこで農業をやると。で、さらにこの東園学園があると。 で、その三つの会社で働いていらっしゃる方と、あと、その学校に通う生徒さんが、あの、まあ、通えない、通学できない方は、あまあ、寝泊まりする、宿泊すると、日常生活を送るという、その場所がね、あります。で、えー、この学園はですね、あの、その、一等園の中で、 行われている作業ですね。まあ、仕事を含め、作業を生徒さんが、まあ、実践すると、まあ、インターンシップですね。一等園の中の生活を、の貢献ですね。ある役割を担って、まあ、作業をやるということをですね、あの、その授業の中で行われています。で、当時からですね、 その実社会がどんなものであるかということを、小学生、中学生、高校生の生徒さんがあの知るということは、非常に大切なことだというふうに私が考えておりましたので、えー、非常にいいあの仕組みだなというふうに、えー、記憶をしました。で、えー、ここのですね学校の特徴はですね、 えー、毎朝、小学生から高校生まで礼拝堂に集まって、瞑想をですね、15分間やりまして、この瞑想なんですけども、実は私がですね、通った広島大学附属の三原中学校でも、朝ですね、3分間瞑想しましょうまあ、目をつむって黙ってるということもありましたし、まあ、先生がですね、えー、その瞑想への導きを まあ言葉でやると。それはあこのその伊藤園、東映学園で行われたあの瞑想のやり方をですね、まあ、同じだったというふうに記憶しています。例えば、あの足の裏がですね、え靴を履いて地面のにその接している感覚を味わいましょうとですね。お尻が あの椅子に、えーまあ、接触している接触面を感じましょうとか、あの呼吸を感じましょうとかですね、まあ、手のひらを感じましょうとかですね、まあ、瞑想はあの、まあ、無になる、空になるというための,あの修行でして、何も考えない状態になるということを、ですねその瞑想によって体験すると。 いうことがあの、まあ、真理を知るということにあの役立つというのが、ですねどうも瞑想の,あの効果あというふうに理解をされているようでしえ、ね、瞑想するとですねあのリラックスううできるようになるんですね。でそれはあの、まあ、ただでさえ、ですね、えー、緊張あ過,過緊張に。 なりがちなですね。あの,我々の日々の生活において、過緊張がからです、ね、体調を崩すということもありますので、まあ、健康管理の面からもです、ね、あの瞑想が非常にまあ有効であると。でもう一つは、やはり落ち着くということですね。我々が中学生の時きに、まあ、瞑想を取り入れたのは、まあ、落ち着きがないと。 我々は落ち着きないがないというふうに先生方がまあ考えられたようで,で、その落ち着きがない我々を落ち着かせるために瞑想する。ですから、あのその瞑想体験というのはですね、授業が始まった時に、まあ、みんなが、生徒がうるさいとですね、先生がで1分間だけ目を閉じましょうって言って、1分間目を閉じると、まあ、 あのずわり続いていたあの学級がです、ねあのまあ、落ち着くと。で、この手法を実は私はサッカーのコーチをやっているときもあの、時々使ってます。で、それはですね、えー、練習の合間あの、まあ、選手を集めてです、ね、次のトレーニングメニューに入るときにですね、えー、選手たちが集ま,集まっても、まあ、落ち着いていないと。 でコーチの話を聞く体制になっていないって言ったときに、じゃあ1分間目を閉じてくださいと言って、1分間目を閉じるとですね、えー、場が落ち着いて、選手がコーチの話を聞くという、あのーまあ、状況になるということをですね、実際私も何度か体験をしておりますので、えーまあ、学校の先生、そして子どもたちの、まあ、コーチの皆さん、よろしければですね、 あの場がですね、落ち着いていないなというふうに感じられましたら、1分間瞑想ですね、を実践してみてください。で、それとですね、あの、その、礼拝堂に入る、入り方とかですね、あと、お昼ご飯は黙食です。まあ、コロナが流行ってですね、皆さん黙食をしましょうということがですね、あの、まあ、 言われたんですけども、その黙食しましょうというふうに言われる前からですね、お昼ご飯だけはっていうふうにおっしゃってましたけど、まあ、朝ごはんと夕食はですね、えー、家族で話をしながらあの、うん、取るけれども、お昼だけはあの命をいただくということをあの感謝し、でえーまあ、食事をです、ね、味わいましょうと。 うんまあ、これはですから、微妙なその食感なり味をです、ね、あの感じ取れる人になるということが、その意図の中に含まれてるんじゃないかというふうに思ったんですけれども、まあ、そういう黙食をしていると、でその礼拝堂にあの入る時の入り方とかですね。 黙食をする時のその食事のルールっていうのはですね、あらかじめ説明は何もないんですね。ですから、小学1年生は朝の礼拝堂に行ってですね、えー、瞑想するのをどういうふうにして覚えるかというと、うん、先輩方がどういうふうにして礼拝堂に入っていって、えー、どのように着席をして、 で、瞑想を始めるかということを見て真似るということです。で、その黙食の時もですね、テーブルがいくつも並んでいて、で、座って食事をするんですけれども、その座って食事をする時にですね、お筆が出てます。お米が入っているお筆ですね。もちろん、あの、おかわりは自由なんですけれども、そのお筆をですね、下げるタイミングがあるんですね。で、それは周りを見ながら、 あこのタイミングでお筆を、あの、下げてもいいなということを、おスを下げる人、これも決まってないんです。誰が下げてもいいんですけれども、その時その場でおスを下げようというふうに意思決定した人がですね、そのおスを下げると、片付けると。それも、その着席して食事をしておスを持っていくという一連の あの行動すべてですね、誰も教えない。見て学ぶということです。ですので、えー、もちろん普通の授業はですね、先生がその、まあ、レクチャー、講義をしてですね、まあ、生徒さんはその授業の内容をですね、あの学んで、理解して覚えるということをやるんですけれども、 そう,いうがあのに、学園での日常生活の中にですね、えー、他の学校ではあの行われてない、えー、仕組み、取り組みがあのされていました。でそれはあの、最初にですね、画面をシェアしたときに皆さんと共有しましたが、その学校の教育方針がまさに体現をされていると。 いうことではないかと思います。で地域社会をですね、その維持し発展させると、でさらにあの地域で生まれ育った人があ長くですね、あの地域で、えー、生きていくと、周囲の人たちと一緒に生きていくということをですね、これからあの三原市の皆さん、 一緒に取り組みたいと私は思ってますでなぜならばこれまでのですね日本社会のその仕組みでは地方にいる人はみんなですね大学であの、まあ、都市部に行ってですねであの地元に帰ってくるよりは都市部で残ってですねあの就職をして日常活動を送ると。 いうのが一つの大きなその日本の社会のモデルになってるんですけれども、結果的に地方がですね疲弊してしまって、食料の自給率もどんどん落ちていると、これはですね、あとは出生率もどんどん下がっているということで、ああ普通に考えると、国がその滅んでしまうではないか、弱体化してしまうんではないかというふうにも。 思いますそうではなくてですね、あの日本はその地域で、えー、人が生まれ育ち、で地域で、えー、その人があの、まあ、世,界を世界を相手に事業を行う、活動するとそれ。そういうことはですね、技術的には可能なあの社会にすでに人類はなっています。特に日本はですね、 あのまあ、バブル期を経験しあの、生産ですね、需要と供給の供給という観点からは、えー、十分需要を上回るですね供給力を身につけた社会全体でですね、でそういう状況で、今のようなですね生きるための労働が必要で、で正,規正社員ではなく、 えっとまあ、非正規のです、ね、労働者の方が労働人,人口の大半を占め、国民の所得が減ってしまうという状況ではです、ね、経済的な格差が広がってしまって、社会が不安定になると。ですから、こういう状況を変えるためには、まずは地域は地域として、 独立したあの生活権を持てるようになるということがです、ね、これからの日本社会にとって必要であり、で世界中の国がです、ね、基本的には、まあ、そういう形で日常生活が成立するというあのことがまず可能であり、そうなった方がですね、あが世界は安定すると。 まあそれはこれまでの、うん、世界の仕組みでは、えー、世界がどんどん不安定になるので、まあ、違うですね、それとは違う社会システムを、まずは三原から作っていきましょう。そういう時に、今お話しした、まあ、一等園、あの東映学園の、まあ、実践で、さらにこれからですね、あ,のある意図を持って、 えー、設立をした前回の,あのご紹介した徳島の神山丸ごと高専ですねで。この2つの学校のモデルをですね、えー、三原におけるコミュニティスクールに、えー、取り入れて、えー、三原で生まれ育った人があの三原でものづくりをやり、 えーまあ、世界を相手に事業をすると。そういうですね、えー、三原市に、えー、一緒になって、えー、作っていきましょう。三原のです、ね、未来を作るのは、我々三原に生まれ育った人ではないでしょうか。 全ての人が自分が生まれ育った街があの発展すると維持するということに、まあ、貢献できるあの社会にしていきましょう。それではここまで、えー、動画をご視聴くださいましてどうもありがとうございました。全てを見通す目は普遍的な主観は普遍的な文化であることを実証する。 理論量子認知科学者の下村拓地でした。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。